思い出の一文字の形にもコンセプトに活動しております一文字の長澤翼です。本日の投稿は江上剛さんのご提供でお届けいたします。江上さんありがとうございます。江上さんとはまだお会いしたことがございません。メッセンジャーでのやり取りくらいしかありませんが、こんな僕を支援してくださってる方なので、きっと心優しい素敵な方なんだと思います。いつかお会いできる日を楽しみにしております。今日は少し気楽に話してみようと思います。日々の生活の中でどうやったら絵をうまく描けるようになりますかという質問をいただくことがあるのですが、これはすごく簡単でそして面白くない答えなんですが、描いた分だけうまくなりますよとお答えしております。どうやら絵を描くって才能のようなイメージがあるかもしれませんが、後天的な影響の方が強いような気がしております。これはあくまで持論です。偉そうなことを言ってますが、僕は絵はうまくありませんし得意でもございません。しかし絵を描くことを愛しております。